は、江戸幕府の旗本。通称は、東西門、千五郎。元は、紀州藩士、岩手旧在門の部屋スの子で、岩手新城の養子となって、元禄十六年十一月二十七日に、岩手家を継ぐ。宝永元年、将軍、徳川綱吉との初のお目見えを果たす。小不審であったが、教法七年六月二十七日に大官に任じられ、 武蔵野神殿の支配を受けたまわり、相模国の佐古川の不審事業などに携わる。教法十一年八月開日、支配地の農民がご近世であった鉄砲を打った都賀で、禁親を命じられるが、十月開日に許される。教法十七年うる5月二日、逝去。法名は日田し、新直の妻女は、元は、細井スケクロの娘で、新上の幼女となって新直に嫁ぐ。 新直が教法7年6月27日に関東支配の大官に任じられた際、町奉行の配下に属することになった。通常は、大官は環状奉行の配下となるが、当時町奉行であった大岡越前守忠助と中山出雲森時春の2名が同年7月に関東の農政を司る関東地方御用係に任命されたため、 その配下として働くべく五万国支配を命じられたのである。同年7月13日には、小木原上州も関東筋新規五大館を拝命して五万国支配を命じられ、薬料三百票を与えられた際に、新直も薬料三百票を与えられる。教法7年7月28日に、武蔵野神殿支配を開始。教法12年9月に、 大漢配下の元締め手代を務めていた野村自衛門と小林平六が神殿開発方役人に任命され、武蔵野神殿の経営を行うが、教法14年12月に年貢の滞納や多額の引き付金を理由に罷免、追放される。小林と野村の追放後、二人が支配していた日田城は、 新直と小木原が支配を担当することとなり、現地の百姓たちから反発された年貢増長政策を修正するが、新田城経営はなかなか安定せず、年貢の密進、地帯が続いた。相模国小田原藩にある佐古川は、新直と同じ大岡支配下の役人である、田中切り西へと、美野正隆によって、不信工事がなされた後、教法12年から川の西願は、 新直の支配地とされた。しかし、西岸に比べ、小田原半領である東岸は、治水が不十分で後に堤防が決壊したため、沿岸の村民たちは、幕府大官支配へと変えてくれと阻害する。教法17年4月に要求が通り、両岸ともに新直の支配地となった。新直は、教法17年5月に、在任中に死亡。死後、 新直音が担当していた佐古川両岸地域は、小木原城州の預かりを経て、美野、正隆の支配となった。ABCDE、新定完成重州諸下府第366ページ、徳川美希と竜栄に時期記では6月28日。AB、専用類州。元禄の改中を実施した、環状奉行、小木原重秀の子で、岩手と同様、前身は、 小普信、武蔵国玉郡、柴崎村の御用流より。この資料には、野村右衛門が、新直の、元締め手代を務めていたことも記されている。この2名は、元浪人で、数佐国東金漁の開発を目安箱へ投書したと、される人物。ありがとうございます。